こんにちは今回の ebay の商品ページの方でですね、まあ、あの、ここを直した方がいいんじゃないかなという形で、えー、まあ、参考になればなと思って動画で撮影いたしました。よろしくお願いいたします。じゃあ、まずあの ebay のページの方がこちらのページなんですけども、まあ、あの、写真がこんな感じで3枚ですね。で、 eBay っていうのは一応写,写真が12枚まであの貼り付けられるんですね。なのであのできれば8枚以上貼り付けた方があのこれちょっとどっ,か聞いたでどっかで聞いたか忘れたんですけども8枚以上あの商品の写真入れた方があの上位に上がりやすいっていう傾向があるみたいですので一応3枚だとやっぱり少ないと思うので、まあ、できれば8枚から12枚ですねあの写真を撮って。 あの貼り付けた方がいいいと思いますで、これ、あの、写真の方はすごく綺麗に撮れてるので、あの、背景を、例えば単色、多分何か布か、えー、何か敷いて撮ったと思うので、で、光の加減とかもいいし、ちょうど商品が真ん中に来てるので、とっても綺麗に撮れてると思うので、まあ、こんな感じで写真を撮ってってくれれば、全く問題ないと思いますね。で、こんな感じで、横っちょとか、えー、これも横。 なので、これだった後後ろの面を撮ったりとか、この日本製の部分をアップにしたりとか、あとこういうところをアップにしたりとか、そんな写真を撮って、あの、8枚から12枚ぐらいは撮った方がいいと思います。で、今度出品する時も、そういったまあ8枚以上意識して、まあ,あ、出品してっていただければいいと思いますね。 じゃあ今度はタイトルですね。あのダイソージャパン、なんとかワンパックって書いてあるんですけども、あの eBay っていうのが一応82文字、確か80文字ぐらいですね、あのタイトル入れることできるので、あのできれば80文字ギリギリまでタイトル入れた方がいいと思います。なぜなら、例えば、 まあこの人が、あのーまあえー、買いたい人が調べるときに、例えばダイソージャパンで検索キーワードがヒットするか、あとソフトクレイって読むんですかね、ソフトクレイで検索してるか、まあ、あとワンパックとか書いてあるんですけども、あとは例えばジャパニーズとか入れたりとか、あとこれフリーシッピングですので、フリーシッピングで入れたりとかですね。 で、フリーシッピングが長ければ、F スラッシュ S っていう形でフリーシッピングって意味になるので、フリーシッピングで入れたりっていうのも大丈夫ですね。あと、まあ、コンディションがニューですので、あの、タイトルにまだ、あの、スペースがあるのであれ,あれば、ニューって入れてもらっても大丈夫ですし、あとは、そうですね、あアルグ、なんて読むんですかね、これ。アル、ギラ、なんとか、 これをもう入れてもらってもいいかもしれないです。あと、メイドインジャパンとか入れてもいいんじゃないですかね、これは。で、あの、そんな感じで80文字ギリギリまで入れていただければ、あの、購入者がいろんなキーワードで検索をかけたときに、どれかのキーワードがヒットして、あの、この商品に行き着くっていう可能性もあるので、まあ、やっぱりそうですね、ギリギリまでタイトルはあの入れてもらった方がいいので、これはちょっと変えた方がいいと思いますね。で、今度から出品するときも、 え、タイトルの方は80文字ギリギリというのを意識してやっていただければいいなと思っております。で、次にこのベストオファーっていうのは、これは、あの、出品ページを作成するときに、あの、ベストオファーっていうところの、えー、ところにチェックが入ってるから、これベストオファーっていうのをついちゃってるんですね。これチェック外した方がいいですね、ベストオファーは。ベストオファーっていうのは、これ、 購入者が押すとあの値下げ交渉できるっていう機能なんですね。ですので出品者が値下げ交渉をしてもいいですよという形であの出品してるのでこれはあのそうすると剥離多倍になったりとか逆にマイナス赤字になっちゃ,なっちゃうという可能性があるのであのベストオファーっていうチェック項目があるのでこれを外していただければこのベストオファーっていうところなくなるのでこれを外してください。 で僕も1個もつけたことないので今1個もついてないのでベストオファーっていう機能はなのでこれは絶対に外した方がいいと思いますで、ね、フリーシッピングシップトゥーフロムジャパンでエコノミースタンダードインターナショナルシッピングでちゃんとワールドワイドにもなってますねでペイパルになってるのでじゃあここで直すところは、えー、まとめるとまず写真は8枚から12枚を入れた方がいいですね で、タイトルも80文字ギリギリまで入れましょう。で、ベストオファーは取りましょうっていう形ですね。で、今度は、ここ、ここの説明欄ありますね、これ。ここの説明,は説明欄ですね。ここの説明欄は、やっぱそこそこ綺麗に作った方が、やっぱりあの信頼性も増しますし、やっぱ購入者の方がですね、見やすければ、 あの買ってくれる可能性も高くなりますしまあやっぱりそうですね信頼性ですかね綺麗に作ればいいなと思うんですけどもじゃあその綺麗に作り方なんですけどもまあ例えば、まあ、いつもねジャパンで、えー、リサーチかけた時にまああの何人かこう入ってもらってえー、っとあここの部分ですねただこの人は見づらいので参考にしないみたいな。 これはどうだろう。こんな感じで、人の部分、あ、これは一緒の人だ。こんな感じで、いろんな人のを見て、で、綺麗なその、あ、これはどうだろう。あそうっすね。こんな感じで作ってますね。ディスプレクション、アイテムの内容みたいな。うーん、ペイメントは、えっ、ー、と、ペーパーのーンリー。 で、シッピングは、あの、サルビントラッキングナンバーと保証ついてます。EMS、多分これ二つどっちか選べますよって形ですね。で、これは、あの、関税は、えっと、購入者様持ちですよってことが書いてありますね。こんな感じは、まあ、これシンプルでいいんじゃないですかね、こんなの。で、こんな感じで。 何人かこう、ああ、こういう人はちゃんとあの、色変えたりとか。うん、ここに多分、タイトル入れて、で、ディスプレクションなんで、コンディション変えたりとか。で、シッピングの方法は、EMS だったらこれぐらいとか、サルビンとか、っていうの書いてありますね。で、こんな感じで、 ちょっと何人か見てもらって、まあこれ参考にしようかな、みたいな。あー、こんな見づらいかな。見づらくはないけど、まあ、僕はもう全然シンプルでいいかなと思いますね。うん。カメラはちょっと参考にしないかな。あ、これとかは。エヴァン。ゲリオン。あー、こういうのいいんじゃないですか、ね。ジャパンバンダイ、ここに。 エヴァンゲリオンのカードのアイテムのタイトル書いてありますね。で、アイテムディスプレクション。まあ、カードの内容ですね。で、ペイメントはペーパーロンリーですよ。で、シッピング方法を書いて。で、これはまあ注意書き。まあ、こういうの分かんなければ別に翻訳すればいいだけであるので、翻訳してください。こういうのが、まあ、なんですか、シンプルでいいんじゃないですかね。で、こんな感じで、人の、 あこんまあ本んとシンプルなんですよ。よく見たらこんな感じ。ただここだけじゃないですか、これ。ここだけなんですよ。その商品について書いてあることって。だから要は、あの、写真で判断しろってことですよね。僕のそのアイテムの,あのか内容を書くところは、あの、まず日本語で書いてありますよと、えー、あとは、 ジャパン。で、あと、あの、入かユーズドですね。あの、商品の状態書いて、で、重さとかデカさとか一切書かないですね。めんどくさいんで。で、あの、入金ーーペーパルオンリー。で、シッピングは、えー、これぐらいと EMS はこれぐらいみたいな。で、最後に完全はあなた持ちですよっていうことを書いてるだけですね。だから人の、あ、こんな感じとか。 うん全然シンプルじゃないですか、eBay って。全然シンプルできちゃうんですよね、こんな感じで。これとかシンプルそうっすね、なんか、ドラクエのゲーム。うん、これぐらいしか書いてないですね、多分。ドラゴンクエストのゲームですよってことしか書いてないですね。だからめちゃめちゃシンプル。 かなーって思いますあ、これとかどうだろう。うん。あ、こんな、全然書いてないです。商品の内容。まあ、ここに書いてあるっちゃあるんですけどね、ここ。コンディションフィギュアジャパンとか、ブランドバンプレストとか。だからまあ、国がやっぱ違うんで、もう写真で判断してくださいってことを書いてくれれば、 で、写真を8枚以上載せれば、もう写真で判断してくれってことなんですよね。ああ、これとかいいんじゃないですか、結構。アイテムの内容で、シッピング方法、で、プレイメント、まあ入金方法、アバウトアス、完全方法、こんな感じなんですよ、流れは。商品、チップ、入金、で、注意書きみたいな。これだけですね。うん。 こんな感じで人の商品ページを何回も何十回、何百回ですね。まあ100回ぐらい見てもらって、で、あ、この人ちょっと参考にしようかなっていうのがあれば、その丸々パックリ、丸パクリはしないで、あの、ここをちょっと直したりとかして、まあほぼ似せ,せちゃってもまあ大丈夫じゃないかなと思いますね。丸パクリしなければ。色を変えたりとか、文字の大きさ変えたりとか、 あの文字の場所を変えたりとかあのそのやり方なんていくらでもあるのでそうですねこんな感じで表を作る方もやっぱいらっしゃいますねこんな感じででここに商品の画像を入れることもできるんですけどもまあカメラとかこういった骨董品だったら写真ありきの方がいいんですけどもまあ別になんかグッズとか日本なんかそうですね簡単なものを売るぐらいであればまあ8枚ぐらいでいいんじゃないかなと思います じゃあそんな感じで戻りまして、さっきのここの部分ですね、ここをもうちょっときれいに、あのシンプルで構わないので、直してもらった方がいいと思いますね。で、あのここのテン,プレートテンプレートっていうのは実は無料でゲットできる方法がありますので、まあ、その方法もですね、あの動画で撮りたいと思いますので、じゃあちょっとあの参考にしてください。よろしくお願いいたします。 あとまあこういった情報もチャンネル登録とかしていただいたりとか、LINE アットの方でもですね随時配信の方はしておりますので、ぜひそちらの方の登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。